こんにちは。最近話題の韓国ドラマイッシャジョンスクが視聴者を笑いと感動の渦に巻き込んでいます。主演のオムジョンファとキムビョンチョルが見事な共演を披露し、メディカルドラマとしても定評のある作品となっています。1. オムジョンファとキムビョンチョルの共演。オムジョンファとキムビョンチョルが夫婦役として見事な化学反応を引き起こしています。オムジョンファの繊細な演技とキムビョンチョルの力強い存在感が、複雑な感情を抱えた夫婦の関係をリアルに描き出しています。彼らの演技によって視聴者はキャラクターたちの心情に感情移入しやすくなっています。 2. メディカルドラマの魅力。イッシャジョンスクは医療現場のリアリティを追求し、新人研修医であるジョンスクの成長と奮闘を描いています。医師としての夢を追い求める姿勢や患者との触れ合いから生まれる感動的な瞬間は、視聴者に深い感銘を与えることでしょう。またジョンスクが医師としてのスキルを磨く姿勢は、希望と努力のメッセージを届けています。 3. 豊富なコメディ要素。ジョンスクの率直でユーモラスな性格がドラマに豊かなコメディ要素をもたらしています。年齢や性別にとらわれず、自分の信念を貫く姿勢は視聴者に勇気を与える一方で、笑いを提供してくれます。ジョンスクの周りには彼女を支える仲間や恋人だけでなく、彼女を邪魔する敵も登場し、物語に緊張感と興奮を加えています。イッシャジョンスクは笑いと感動が交差する前向きなエネルギーに満ちた作品です。視聴者はジョンスクの奮闘に共感し、彼女と共に涙し笑い成長していくことでしょう。ぜひこの感動のドラマをお見逃しなく。チャンネル登録よろしくお願いします。